ストレスなく運動が苦手な人にぴったりな下半身メニューなんです。揺れるだけですから全然問題なく鍛えられます。体重移動させましょう。スタート。これだけでも体重を移動させているので負荷がすごいかかってます。体幹を鍛えることもできますし、バランス力もアップします。少しずつレベルが上がっていくんで、体を温めてやっていきましょう。はい、OK。 今度はさっきよりもちょっと膝を曲げ目で同じように揺れてください。スタート。このくらいね、膝が曲がってます。これでも結構負荷がかかってるんです。もも裏、前もも、お尻、バランスよくね使えてます。だんだんねしゃがんでいくのがね嫌だよっていう人もね、これならできると思いますんで頑張りましょう。 OK。 今度はもうちょっと膝曲げてみましょう。お相撲さんの四股踏む感じで。スタート。これはね強烈に体重がねかかってるんで、めちゃくちゃ下半身がね鍛えられてます。しかもバランス取るんで、たまに止まってみてください。こういう感じでね、スクワットより楽ですよね。だけど片足に体重しっかり乗ってるんで、片足スクワットぐらいね鍛えられてます。OK。 次は今やった3パターンをつま先を開き目でやってみましょう。また使う部位がね変わってきます。スタート。ちょびっとだけ膝曲げて体重移動。さっきよりも内もももも裏にね効きやすくなってます。反り腰とかお腹ぽっこりの人は股関節が内旋してしまっているので、しっかり開くね、こういう運動をすると姿勢が良くなります。OK。 今よりもちょっと膝曲げ目です。いきましょう。スタート。揺れるだけ。どうですか皆さん、これなら全然できますよね。でも皆さん今もうね2分近くスクワットしてるんですよ。めちゃくちゃすごい。普通にこんな2分とかやり続けたらね、もう立てなくなりますよ。だけどこれはね同じ騒動な感じなんで超おすすめです。よっしゃー。さらに膝を曲げてお相撲さんです。いきましょう。スタート。よくね相撲スクワットとかってあるんですが、それよりもねこれが実はねおすすめなんで、片足に体重かかってますから。できるだけね低く大股で頑張ってみてください。OK。 次はですね、片足に体重乗せて足を後ろに上げながら前かがみで戻ります。ゆっくりやるとちょっとストレスかかるんで、割とね早めに降りて戻りましょう。左足から行きます。スタート。1回ずつ足ついていいです。体重の下が前かがみ戻る。もも裏お尻に効いてればバッチリです。自分のペースでいいです。あんまり膝をね曲げすぎず伸ばしすぎずです。たまに膝の角度変えてもいいです。OK。 よし、反対です。同じようにいきましょう。あと足を上に上げながら前かがみ。今回はねこの踏ん張るだけっていう感じなんで、割とねスピードを速めでもいいです。
離れるとね、ゆっくり戻った方がいいんですけど、今回は踏ん張るだけの力かけますんで、オッケー、いきましょう。スタート。できるだけ足を上げて体を倒してみてください。これで前もののストレッチもできてるし、腹筋も鍛えられてます。足の裏でバランス取ってるんで体幹が鍛えられてます。バランス崩したらね、戻りましょう。頑張って、バランス取って、 OK。 うわ、バランスがいる。今度は反対です。同じようにいきましょう。スタート。これお腹にちゃんと効いてるのって思った方はお腹触ってください。硬くなってれば OK。 疲れたらね、自由に戻ってください。できるだけ体を反らす。これはね、足痩せにもすごい効果的です。なぜかというと、足首と前もも、腸腰筋がストレッチできてます。お尻にもね、効いてます。効く。 OK。結構バランスがね、いりますよね。50分歩く効果がたったの2分で片足立ちというのは効果があるって言われてるんで、歩くよりもおすすめ。今度はこのまま膝を曲げる。1、2、いきましょう。あと反ったまま膝を曲げることで下腹がね、疲れてます。バランス崩したら戻って。楽なようで結構これきついですからね。格闘家がね、使う膝蹴りのね、要領です。反対足もね、辛いと思います。頑張って。OK。さあ、反対足です。いきましょう。さあ、バランスがね、いるけど頑張ってみて。お腹触ると分かります。かなり力入ってますからね、これ。足上げるのマイペースでいいですよ。バランス崩したら足ついて、おお、バランスがいる。 OK。 よっしゃ、ちょっと腰回してください。よっしゃ、今度は反ったまま両足上げ下げいきましょう。スタート。体を後ろに倒したまま足動かすと下腹使えてます。ついてる足のね、股関節の方がね、ちょっと伸びて痛いかもしれないけど、これはね、足痩せには効果的なストレッチですから、問題なく行ってください。効いてる。お腹プルプルする。よっしゃ、よっしゃ、今度はね、今の上げ下げで体をひねる。いきましょう。スタート。体を後ろに反らしたままひねる。これもね、格闘技に使われる膝蹴りと一緒、瞬発的にね、出すには腹筋がすごいいるんで、動かすのはゆっくりでいいですよ。上体反らして体を回しながら、オッケー。だいぶね、バランスが取れると思います。今度はまっすぐ立ったままで、ね、足をね、いろんな位置に動かしてバランス取りましょう。スタート。30秒。今体反らしてバランス取ったんで、まっすぐの状態がすごい楽に感じますよね。いろいろね、足を動かして手も振ったりして片足だけでバランス取っていきましょう。これがね、ヤジロベエの動きになりますが、これはね、片足立ちで1分やるだけなんですが、 OK。 よし、ラスト反対です。いきましょう。最後、手足振ってバランス取るだけ。体っていうのは振ったら反対側に戻そうって力が働くんで、あっちこっち振るとね、
すごい筋肉が使われます。特に不規則に動かすとね、すごい筋肉がねバランスよく使われるんで、歩くよりもおすすめ。腹筋だけとかプランクだけよりもおすすめ。 OK です。